今出発するのか。ええ、行きましょう。わかった。了解。わかった。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。了解。隊長、出撃させてください。了解。わかった。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。わかった。了解。わかった。了解。この道は前にも歩いたような。気のせいか。わかった。了解。隊長、目標を発見しました。了解。わかった。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。この道は前にも歩いたような。隊長、目標を発見しました。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。了解。これだけか。隊長、出撃させてください。隊長、目標を発見しました。わかった。了解。
分かった。この任務、思ったより簡単じゃね。一気に潰そう。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。分かった。了解。この道は前にも歩いたような気のせいか。隊長、目標を発見しました。分かった。了解。隊長、出撃させてください。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。これだけか。一気に潰そう。了解。分かった。この道は前にも歩いたような気のせいか。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。分かった。了解。隊長、出撃させてください。ベルトさん、私と彼であなたたちを列車まで送ります。キャロルが発車プロセスを起動させた後、およそ4時間後にカイロに到着する予定です。天命の応援部隊はそこで待っています。司教様と博士はあなたに聞きたいことがたくさんあるようです。ありがとう、メイさん。それとキャロルと君、礼を言う。さあ、ジョイス、うちに帰ろう。やあ、友よ、奇遇だね。再び君は僕の招待を断り、そして再び君は僕の前に現れた。なんで、お前はもう。せっかく来たんだ。このまま残ってはどうだい。革命はもうすぐやってくる。君は見守る側ではなく、その渦中にいるんだ。君には完遂させなければならない偉業がある。勝利が君を待っているんだ。僕と君が手を組んだら、崩壊を永遠に駆逐するチャンスが巡ってくると。崩壊はもう駆逐されたんだ。そうかい。月に、地球から38万キロ離れた場所に、人類が簡単に到達できるような距離に文明の最大の敵を封印した。それは駆逐なんかじゃない、逃避だ。本当の駆逐は永別だ。我々の持つ時間の尺度での永遠の別れなんだ。勝利の果実はもう目の前にある。君の力が必要なんだ、第一律者。いい未来と申し出ではあるが、断る。煮え切らない態度を取るような奴の提案など議論する必要はない。そうかい。君のことは尊敬しているよ、本当に。しかし平和は
何よりも大事なことなんだ。来てもらうぞ。お父さんを離して。これは何と言うべきかな。実に興味深い。僕の予想をはるかに上回っているよ。ジョイスに触るな。ここにもう一人の第一律者がいるとはね。キャロル、列車地の確認をお願いね。セントフォンテーヌからの距離340キロ。天命衛星は監視状態をキープしているから現在異常なし。次の任務は？一旦休憩よ。司教様と連絡してこれからの行動について話し合うわ。セントフォンテーヌのことはまだ終わってない。悲しいわ。任務が嫌い。いやいや、帰りたい。帰ってベッドの住人になって動きたくあらへん。うちな、一生のお願いが一つだけあるねん。それはパーフェクトボディを持つことやねん。脂肪も筋肉もいらん。太るの嫌やし、ママみたいな感じも嫌。スタイルがええの。隊長も毎日うちらと任務を行って走って戦うのに、なんであんなにスタイルがええんやろ。先輩は鬼か。ただでさえ人生は難しいのに、お菓子も食べさせてくれへんなんて。隊長、隊長。キャロル、どうしたの。隊長の
スタイル維持の秘訣は何？3食ちゃんと食べて、運動して、きちんと休んで、健康的で楽しい気持ちをキープすることかしら。わかった。体調の方が説得力があるもん。今回の任務が終わった時、5キロ痩せてたらええな。もう一度駅に行くことにしたわ。前回キャロルがちょっとね、私もついさっき知ったのよ。こっちやって善意でしたんやもん。状況を観察してって隊長に言われたから、あの怪物たちを見かけて電気室の電気を全部切っておいた。どうせここから出られへんし、セントフォンテーヌのことが解決する前に天命も外から人を入れへんし、今考えると機転が利いた行動やと思うよ。キャロル、当時の状況を考えるとその判断は正しかった。間違ってるのはそのことをすぐに報告しなかったこと。一度忘れられたことは再び忘れられる可能性が高い。その時の損失は判断する時の正しさで補えるものじゃないって、私の経験はそう教えてるわ。だから私たちがまだ覚えているうちにこのミスを解決しましょう。分かった。この道は前にも歩いたような、気のせいか。
素材習得。一気に潰そう。遅い。どんな敵も見逃せ。総員集合。出撃。素材習得。あ、肥料は全て頭に入っている。
どう？今回ちゃんと勉強できた？うんうん、トラブルを起こしてもすぐに報告すること覚えたわ。まあそれでいいでしょう。あなたはどう思う？報告したら今の先輩はうちの起点を褒めることになるのに。数年前のことだ。昔聖フレイヤ学園で歴史教師をしたことがある。すごい、今の歴史の先生はベルトさんみたいに大人の魅力がないもん。確信に迫る質問だな。そうだ、あの時の俺はネゲントロピーの名手だった。だから表向きは教師だが実際はスパイなんだ。スパイやったんや。ますますすごい。時間は短かったが、その時ミス・ライデン、キアナ、それとブローニャと知り合ったんだ。ちなみに君たちの隊長は学生の頃かなり優秀だったぞ。何か言いたいことでもあるのか？君の聞きたいことが分かったぞ。学園は天命から独立した施設だが、学園の存在目的は天命にバルキリーを育成することだからな。
それにあの時、天命とネゲントロピーはライバル的な存在だった。ネゲントロピーに関する歴史を教えるたびに、確かに気まずかったんだ。でも授業中の俺は教師だから、なるべく忠実に客観的に歴史を教えてきた。まあ、正体がバレないように、時にネゲントロピーや自分自身を落とすような言葉を口にすることもあった。今の聖フレイヤ学園は独立した施設じゃなくなったが、人間たちの派閥争いに巻き込まれることもなくなった。ある意味で君たちは、最も自由で解明で、希望にあふれる世代だと俺は思う。もしかしたら俺も学園に戻って先生になることがあるかもしれないな。先輩、今暇？その先輩に聞きたいことがあるんやけど。ここじゃないやから、ついてきて。先輩、知り合って結構長いよね。審査合格、おめでとう。うんうん、先輩は口が固い正直者やと思うよ。信頼できるね。悩み事があって先輩の意見を聞きたいから、まさか断ったりせえへんよね。隊長に知られたないから外へ行こうや。隊長に聞かれたらエネルギー収集しに行ったって言えばええから。
外が大好きやの。広くて自由って感じがするもん。屋内におると気分が沈むし。なんでよ、うちらの実力やったらあんな怪物なんて相手ちゃうのに。隊長はこの任務は危険やってずっと言うてるけど、うちはあんまり感じへんな。隊長と先輩がおるし楽勝やろ。最悪の場合、天命全軍出撃して4人の隊長が一斉に攻撃したら崩壊が戻ってきても相手やないよ。それよりエネルギーの収集しに行こうや。それは歩きながらでも話せるから。先輩の意見が聞きたいだけやから。せっかく来たんやし仕事を済ませよ。戦利品を持って帰ったら隊長も褒めてくれるかもしれへんやん。素材習得。遅い。了解。隊長。素材習得。卒業したら何するつもりなん？うちな、今これについて悩んでんねん。ママに天命に入れられたん先輩も知ってるやろ。この年で天命におるなんて嫌に決まってるわ。女の子が毎日敵を倒して世界の平和になった後何できるかわからへんし。でも長くおると結構楽しいし、報酬は高いし福利厚生もいい。リスクは大きいって言うけど別に危険に遭遇してないし、
だって今日は悩み事を聞いてもらうって言うたもん。先輩に聞いたのは礼儀、会話のキャッチボールやで。まあ天命が悪いわけやないけど、ここにおるのは性に合わんと思うねん。若いし能力は高いと言えへんし、すぐにカッとなるし、先輩や隊長のように落ち着いてないし、みんな言わへんけど自分が足手まといやっていうことは分かっとるから。よう考えたら天命に入れたのもうちの実力やないでしょ。ママの顔に免じて入れたんやと思うし。了解。素材習得。わかった。了解。わかった。了解。わかった。この道は前に。了解。隊長。出撃させてください。怪しいこと。
する。そろそろ戻ろう。ずっと外におるわけにはいかんへんやろ。今何してたの？うん、隊長見て、これはうちらが見つけた補給やで。うん、よくやったわ。とにかく外出するときは気をつけて。私たちの行動が敵にバレないようにね。あなた、キャロルのことはちゃんと見ておいて。なんで先輩にうちのこと見てもらうんや。ここほんまに合わへんかも。
あ、こんにちは。ジョイス、どうかしたのか。なぜ。そうか、メイさん。あの子のデータは天命のデータベースに登録されている。アインが間違えてなければ最高権限がないと閲覧できないはずだ。理解してほしい。あの子に知ってほしくないんだ。確かにジョイスはカカリアが作ったクローンだが、それはもう意味がないんだ。認めたくはないが、彼はもう死んだ。ジョイスは誰かの転生じゃない。ジョイスはジョイスなんだ。君の心配はわかる。礼を言う。俺はジョイスの父親で、彼を愛している。血はつながっていないが、彼を実の息子だと思っている。この愛情の方向を間違えたりしない。ジョイスは英雄の名前だ。いや、君の質問は鋭いな。いや、大丈夫だ。君も好意で言ってくれているんだろ。君はいい質問をしてくれた。俺も分かっているさ。あの子はジョイスじゃない。ジョイスの人生を過ごすこともないし、
あの人になるわけもない。たとえあの子が大人になっても。ジョイスの髪や目を持って、ジョイスの笑顔があって、その勇敢さや揺るぎなさがあったとしても、あの子はジョイスにならない。俺は知ってるんだ。あの子に自慢できる名前をつけたかったんだ。崩壊は消えた。ネゲントロピーが戦っていた目標は実現した。あの子は他人になる必要はない。あの子のままでいいんだ。あの子にはジョフリー・ジョイス・ヨーとしての人生がある。それは俺たちが必死に戦った意味。そうだろ？